り行きますよ、エブリバディーラオー。ありがとうございます。こんな感じで盛り上がってます。こんにちは、太田直です。はい、ありがとうございます。はい、ということで今からショールーム配信でしていきたいんですけど、皆さんね、これから1時間よろしくお願いしますと。大丈夫、大丈夫ですよ。めちゃくちゃ暖かい、懐かしいね、もこちゃんとも。はい、たこ焼きってみんな作らないですか？あんまり作らない。1回しかない。
やっぱ関東の人ですよねそう、めっちゃ作るんですよ。そう、作るの、家で。そう、明太子とか、なんか入れんの、お餅とか、ソーセージも入れる。あとなんやろ、チーズとか、入れたっけそう、入れたりして作ります。見てますか？すんごい今ね、4、6がこういっぱいそっか、見えてないか。あれです。ありがとうございます。じゃあちょっと行きますね。私今からタコとか入れるんで、ちょっと集中しますね。みんなでトップつないでいってください。なんかあれですよね、アンケートもしてくださってたんですよね。ね、こうやって答えてくれましたか？答えたよ。じゃあちょっと焼きながら答えていきますね。みんな楽しい？大丈夫？メロンソーダ多いですね。あ、でも大体、あ、ちょいちょい。なおメロンソーダ派ですね。コーヒータイプもいますね。いいかな。いっちゃうで。いっちゃうで。おお。なんて聞こえてます？ジュ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 って。ジュジュジュって聞こえてます？いい感じ、いい音ね、いい音ね、いい音してる。大丈夫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 です。なんかまあいいかね、こいちゃった、こいちゃった。じゃあタコ、タコを切らない人います？いませんね。あ、紅生姜嫌いな人いるでしょう。なお好きなんですよ。嫌い？嫌いな人言ってくださいよ。遠慮なく。その方だけに一枠届きますよ。一枠、いや、その人のために。え、本当に皆さん紅入れていいんですか？紅入れちゃいますよ。え、ほんまにこんな解禁者いる？嘘。なお今までタコパした人大体紅生姜無理やってんけど。すごい。だからさ、そう、紅生姜めっちゃ入れたくて我慢してたの、いつも。そう、すごい。そうなん？みんないける？いっちゃうよ、じゃあ。え、大丈夫かな、こんな、一気にこんな、一人でこんな、裏返せる？失敗してる。うん、失敗になってきたね、なんもなってきた。よう考えたらやばくない？だってもうこんなラップも取ってへんかったもん。ラップも取ってへんかった。やばい、もう裏返さなあかんかもしれん。よしよし。あ、キャベツ派です、大竹。何派？キャベツ。あ、キャベツですか、みんな。あ一緒ですね。え、やばそう、やばそう、なんか、まあ、そのプロちゃうのにこんな一気に今思ったら結構厳しく頑張りますね。ちょっと手袋してるから。天かすもやばいよ。天かす大丈夫ですか？いきますよ。おー、なんかよさぎやけど急がない、やばい。おー、いい感じ。え、ほんまにベニーいきますよ。大丈夫？大丈夫やね。いいねんな、ほんまに。いいよ、ベニー、いいの？おー、結構豪快に。え、大丈夫ですか？ほんまに、ほんまに大丈夫？え、でもめちゃくちゃペニー好きやからさ。大丈夫。ほんまに？え、それは無理やわみたいな感じの声聞こえてくる気がする。大丈夫？あ、でもなんか思ったより全然大丈夫やった。ちょっと足しとこ。大丈夫だって、たこ焼きやから丸めれば一緒一緒。ちょっとたこ焼きは失敗せへんやろと思ったけど、やってます。この人めっちゃちっちゃいかもしれへん。やば。そうやな。いや、でももう丸めたし遅いわ。まあいいわ。大丈夫大丈夫、味は美味しいし、多分だって40個以上ある、ちょっとは。え、やばいやばいって感じ。それはどういう
やろやろほら関西人舐めたあかんで舐めてるやろ、知ってんねんで、ちゃんとやってきてる。でもこっちまで行けへんかもしれん、もしかしたら半円にちゃんとならへんかもしれん、こっちはほんまに。はい、できたやつ下から出して。え、下から何、どういうことできたやつ、できたやつを出すって。いや、まだ出せませんよ、これまだ焼きますからね。え、やばいな、ちょっと無口になってまうわ、これは。何や、ちょっと想定外のことが起きて予想と違かった、ちょっとカスカスなって思って、ここら辺もうやばいかもしれない。やばい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 、とりあえずもうやばいわ。こんないつもさ、2分の1頑張ろうか、じゃあ勝ち半分なみたいな感じでやってるから、このもう全部でしかも2倍あるからさ、言うて4倍やんな、やばいかもしれない。うわ、すんごい熱い、化粧落ちるかもしれない化粧落ちちゃう、やばいなこれ。ちょっとみんな、でももうな、だってあれやもんな、お祭りの行くその準備みたいな感じやから、大丈夫大丈夫、人の人も大丈夫大丈夫、もしね、もしでも綺麗に絶対します、なおが絶対絶対に。でもちょっと自信がなくなってきたよ、この間にな、ほんまはな、質問返そうと思ってた、みんなが書いてくれた、そんな余裕もなかったどんな自分たこ焼きもおもろ、楽しいね、みんな楽しい、なんだっけ、なんだっけ、楽しんでんのかな、もしかして、やばいな。え、これよりうまくできるよ人いる？いるか。特性特性。大丈夫大丈夫、言い方による。大丈夫大丈夫大丈夫、ここはちょっと。あー、こっちやばいかもしれへん。ちょっとまた、どんなコメント来てんねやろ、ショールームも、もうなんかやばいなってなってそう。コメント全部読んでる。え、みんな、え、夏楽しんでます？私はレモネードにハマってて、そう、レモネードの作り方を調べて、もうあんまりないから店舗が、自分で作ろうかなって最近思ってます。すごくない？そしたら美味しいのできたら、また AKB のこのカフェでイベントさせてもらえたら、そこで飲んでもらおうと思う。どう思う？おー、やさげな反応。え、今何分ぐらい経ってんやろ。16分か、まあまあやばいな。え、やばい、なんてなんて、どうもみんな楽しい、くるくるやもんな、やばいな。頑張ってって。え、今日当日の当選の方っておられます？あ、お二人、あ、ありがとうございます。一か八かに、ありがとうございます、嬉しい、そんな、ありがとう、当たってよかったです。でもね、当たってないから、見えてます、見えてます、本当に見えてる、めちゃくちゃ。え、ちょっと待って、やばいかもしれない、こっちどうなってんの。なんか汚な、汚かったね、形、うわっ、ああ。やばい、やばい、ああ、もうどうなってんの、どこから行けばいいやろ。やばいやばい、この子まだやね。ちょ、この、え、ここか、関西人います、ここに、関西人、関西人です。ああ、厳しいわ、これは見られて飲んでるから結構評価が厳しいかもしれない。なんか
ちっちゃい声で言ってる人いるよ。だったら聞こえてるけど。名前作ってくれてるだけで十分だ。あ、嬉しい。美味しいよ。みんな楽しみ。たこ焼きは食べたいかい？でもなんか良いかもこっち側。ちょっとなんかさ、たこ焼き作ってる時にさ、こっちだけちょっとこんな曲がってたっけ？大丈夫ですか？こんな大丈夫ですか？ごめんなさい。こんな曲がってたっけ？ちょっとなんか。
それいつの話ですか。やば面白い。これやっぱ読まんとこ。ありがとう。あとで読ませてもらうな。名前は読みませんね。緊張してる時にリラックスできるようなルーティンみたいなのありますか。なおは緊張してる時はもう心臓のバクバクって多分すごい速くなってるじゃないですか。バクバクって自分の中でだから心臓をバンバンってもうほんまにおめきし叩いて心臓をこの正常な動きに戻す自分の中ではこのそうなるからそうしようと思ってて、まあ、実際はなってないと思うんだけど気持ちでそういう風にやってます。だからそれやったらなんかちょっとだけ自分の中で落ち着くしなんか、うん、やってますよ。でもあんまり良くないと思う心臓らへんを強く叩くのはね。だから本当に鍛えられた人しかできない本当に気をつけて、もし実施するなら実施するで本当に気をつけた方がいいと思います。やっぱ鍛えてる人しか気づかないちょっとできてきたよ、みんな。ほら、ここら辺。じゃあ続いてメールで送ってくれたトマトクリームパスタめっちゃ美味しそうだったので得意な手料理ベスト3に入れてってことですかね。え、これ聞きたいことですかあれ、あ、でもなんかトマトクリームパスタがめっちゃ美味しそうだったので得意なベスト手料理ベスト3ですかってことかな。です前は得意料理の1位にしててトマトクリームパスタが本当にめっちゃハマってて作るのに、でも最近ではないわ、それ思った1年前くらいにハンバーグ作るのにハマったからハンバーグが今1位で2位がトマトクリームパスタで3位は何やろうな、何やろう、あんまり作らんからまあベスト2まで今上がるのでベスト10ぐらいまで作れるようになおは頑張りたいと思います。そう、作りますね。なんか自炊するタイプ、え、するタイプいる、意外失礼。そうなんや、やっぱそうですよね、自炊しないなあかんなと思う。だってさ将来さ作れるようになっとかなさあかんやんと思うからさ、思うけど実際さ買っちゃうよなほんまに体力ある時にある。餃子とかでも作りますよ、一人でも。すごくない、それはすごい、すごいですよね一人でさ、やばくない、冷静に考えて包んでやってるんですよ、やばいやろ。でもなお知ってる、何個ぐらいか、え、30個ぐらいしてちゃんと冷凍すんの。やってます。あ、でもちょっとできてきた、良さそうなだけあげてきて、ほら、なんかちょ、もっともっともお願いしますいい感じ、できてるね、いい感じやね、香りもいい香りがしてる、うん、匂いきてます、後方まで来ました、美味しそうな匂いですね、するね、しますね、しますシーンで空調とかがな、いい感じになってくれてはるから、え、いい感じじゃん、なんかな
ば。やばいでしょ。面白い。なおちゃんはイベント、握手会、ライブ、劇場公演の中で一番好きなのは？難しい。でも迷うけど一番好きなのはもしかしたら、でも初期とかはやっぱりトヨタさん関連でなんか地方に飛んでイベントとかすることが多くて、やっぱそれはすごい思い入れがあるし、なんかほんまに人が集まらへんくて、初期の徳島のイベントかな、初めてやったんやけど本当に人誰もいなくて、だからもう始まる前にちょうど総選挙の期間やってんけど、もうポスターを持って何時からイベントします、来てくださいって言って道路歩いてたは嘘ですけど、その芝生みたいなところだったんで、そのイベント会では芝生歩いてて、そう、それがだからなんかすごい自分の中でなんかエイトが、なんやろ、エイトって感じがするから、だからなんかそういう地方に飛ぶイベントがなお好きかなって思います。でもなんかやっぱ握手会とかももちろん好きやし、やっぱり直接喋る機会ってなかなかないから、みんなとだからそうやってそういう機会もなおは大好きやし、難しいですね。でも、一番はやっぱでもなんか初期を思い出す、なんか今の自分がいるなんか原点というかそういう感じがするから、イベントかも。もしもうどれか一番って言われたら、でも劇場公演も好きやし、ライブもザーも好きです。握手会の応募も今してるのでぜひ会いに来てください。待ってまーすって感じですかね。でもなんかできてきました。もうほらええ感じちゃう。結構よくない？結構あんまりいい感じやんの。いい感じ。みんなたこ焼き1個食べる準備できてる？大丈夫？いきます。大丈夫？あ、ちょっとこの子やばい。ちょっとこっち落選止めと落選ちょっとこっち間かな。ちょっと食べさせてくれるの？こちら来てみて、ちょっと映さないようにしてください。はい。熱っ。オッケー。じゃあソースとか大丈夫ですか皆さん？大丈夫ですよ。全然言ってくださいね。マヨネーズ無理です。もう何ですか？マヨネーズじゃあ。いきます。おー、なんかたこ焼きって感じ。なんかよくない？かけすぎ？分からへん。みんなの量が分からへん。もうちょい。そうそう。あかん。だから
大丈夫大丈夫やなマヨネーズが無理やろな今だから大丈夫やなじゃじゃんわー嬉しい次のカメラが入ってますはいということで完成嬉しいやっと完成したお待たせしましたはい、ということでみんなにちょっと撮りに来てもらいたいんですけどこれは映らないですね、大丈夫ですかどこが青のりは青のりはないですあ、ありましたどういうタイプですか、青のり歯つきますよ、いいですか嫌な方言ってくださいね意外とちょっと私、ちょっと青のりとお願いします大丈夫ですかえ、ガンガンに行きますよ、じゃあ本当に、いいんですかすごこれ選べるタイプ？うわ、すごい。どうしよっかな。じゃあ公開でいいやんなみんな。ちょっと釣るだけなんでちょっと申し訳ないのでちょっとやっ。え？なんかやばいで量。歯に詰まれ詰まれ。こっち、いや、ちょっとこっち側の方がいいかもみんな映らない方がいいですもんねここら辺にじゃあしときます多分映らない、大丈夫大丈夫大丈夫じゃあ、皆さんよかったら食べてくださいはい、とりあえずちょっとね、立ってとりあえず取りに来てもらわないとダメなんですけど大丈夫ですかカップを受け取ってくださいで、ちょっと熱いんですけどありがとう、教えてねカマバケーションみんなでいただきます。
じゃあみんなでいただきますしましょう。皆さん手を合わせましていただきます。いただきます。いや全然食べても一口だけですけど、よかった味わって食べてください。ちょっとみんなにも食べよう。あおいしい、おいしい、おいしい、おーよかったです。まあ失敗することはないんですけど嬉しいです、よかった。夏楽しんでもらえてます。夏って感じね、お祭り来たなって感じで ましょう。いっぱい感じだった大丈夫ですか。ありがとうございます。本当にこれはもう時間大丈夫なんかな尺を考えて大丈夫そうやな。あでもちょっとやばいかもしれんから、じゃあちょっと今からなんか夏といえばなんかくじ引きみたいなイメージありません？じゃあちょっと一人だけ当たりがある抽選をみんなに、あそうか、なおが引くんか番号、そう、それで抽選で当たった方に一人だけなんですけど、サイン入りの色紙とかなんかその書いたのですよさっき。でそれをプレゼントしたいなと思って、ちょっとお祭りっぽくないですか抽選本当はビンゴしたかったんですけど、ちょっと尺の問題でそれは厳しいなってなったので、ここから今から本当にガチのその番号が書いてあるやつをもうめちゃくちゃもう回して引くので、ちょっとドキドキして待っててくださいドキドキ。タコを食べました食べましたね。花火大会よりいいよこっちの。あ、ほんまに？この後花火大会行かへん？大丈夫？行ってくださいね、全然楽しんでください。じゃあ、選びます。じゃあ、この方にします。せーの、パン！19番の方いますか？手挙げてます？おおめでとうございます。19番おめでとうございます、はい、ということで、ちょっと名前聞きまして、あ、大丈夫ですよ。あじゃあこれ今名前も出てきて、あ、いいですよ。あ、ちょっと待った。あ、大丈夫です。あ、もう外しちゃいました。はい、こちらに行きたいと思います。こちら、タノミニライブ。イエーイ。ということで、そうですね、ミニライブをしたいと思います。なんか選曲はちょっと夏っぽいというか、なんか今歌いたいなみたいなやつを選んだので、ぜひぜひ。あ、撮れなくなりました。あ、撮れました。よし。こんな汚したっけ、ごめんなさい。よし、来てるかもしれません。ありがとうございます。はい、ということでミニライブをしたいと思います。はーい、それでは皆さん、よかったらタオルとかしてください。なんかちょっとわからないやつも全然大丈夫です。はい、ということでこれです、お願いします。皆さん、ちゃんと楽しめてますか？大丈夫ですか？はい、はい、はい、あーよし、やりそう。ファイヤー、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 灼熱の砂浜、アウトドア、ベッド、水着、しょぼい、アウトドア、海のその青さ、空を嬉しみ、アウトドア、Oh, no.
にあるよ君と思い出せ涙で一番可愛いやあなたはどの子を指さすの毎日はっきりしようじゃないか初の恋は誰の誰とするで一番可愛いかあなたはどの子を指さすの毎日はっきりしようじゃないか夏の恋は
がとうございます。ということで、めちゃくちゃすごい汗かいてるんですけど、次が本当に最後の曲になります。それでは、聴いてください。選曲が意外。なんか歌えなさそうなとか、みんなで歌ってください。よしよしよし。してなんかツイートしたやつにリプしてください。よかったらそれでランキング書きます。ありがとうございました。じゃあショールームの皆さん、またね。ありがとうございます。バイバイ。